北モーカ駅は、カラフトモーカ郡モーカ町に存在した、鉄道省カラフト再選の駅である。開業時の駅名はアラガイ駅。現在は、ロシア鉄道局と鉄道支社サハリン地域部のホルムセベルヌイ駅で、ホルムスク機関区に隣接する客家の拠点駅である。現状に関しては、サハリン州及びサハリンの鉄道、モーカ駅の項目も参照のこと。ホルムセベルヌイ駅構内。 左後方は、サハリン再開要項1921年、カラフト町鉄道西海岸線猛火駅の大駅間開通に伴い、荒川駅として開設。後、豊か新線旅客列車の始発、終着駅となった。1930年に、北猛火駅に改称。日本時代末期の旅客列車は、カラフト再線が上り5本と猛火止まり2本、折り4本が、 豊か魔線は、豊原との間に、上下3本運行されていた。1946年のソ連国鉄編入に、伴い、ホルムセベルヌイ駅に改称。現在も1940年代に建てられた、当時の駅本屋を改装して使用している。ワニのホルムスク鉄道連絡線を経由して、ホルムソ駅とサハリン島内各地を発着する貨物列車が通過するほか、 ソ連時代の漁業船団基地だったホルムスク漁業港を改修整備して2003年に供用を開始したサハリンプロジェクトの資機材輸送拠点港サハリン再開用港への貨物船が分岐する貨物輸送の拠点駅である。また1997年にシャフタサハリンスカやホルムスクソルチロウボチヌイ館で旅客列車の運行が休止して以降 ホルムセベルヌイ駅がシャフタサハリンスカやアルセンチェフカ、線旅客列車の南側の始発、終着駅となり、2011年夏季ダイヤでは次の列車が運行されている。ホルムスク機関区。一番手前の線路が本線で、左手奥がチェーホフサハリンスキー型である、ホルムセベルヌイ駅北方に隣接する、ホルムスク機関区は、1926年に、豊か新線。 大阪定管開通に合わせ、猛火機関区として開設された機関区で、旧カラフト再線及び現在のシャフタサハリンスカやアルセンチェフカ線で運用される動力車の車両研修基地である。電報番号はマイナス2。猛火機関区開設時に設けられた日本時代の線形庫と転車台が使用されてきたが、線形庫は老朽化に伴い2014年10月に、 解体され現存しない。ソ連時代には、線稽古に併設して、本線と並行する区稽古が増築され、1980年代には、客車の車体洗浄装置が設けられた。現在は、16系、21系、22系、7系、11系、11型、8型のディーゼル機関車と、2系ディーゼル動車を配備。 また工事や事故復旧用の職業者として、ミサオ従者と長物車を呼び、日本時代の客車を転用した、要因輸送車が所属しているほか、近年まで、ホルムユージヌイ駅構内に、日本時代の雪かき車、バジマやソ連時代の2型などの除雪車数台と、8型機動モーターカーなどを留置していた。このほか、ホルムスク海洋貿易港には、港湾宿があり、後期を含む、 入れ替え用機関車4両がワーニのホルムスク、鉄道連絡線桟橋において、車両の引き出し積み込みを行っているほか、4両分の台車を一度に交換する、台車交換装置を用いた後期狂気の台車交換作業も所管している。ありがとうございます。